9月20日日曜日朝6時5分のホームポイントはオフショアが背後から吹いてますね。それほど強くはありませんが、しっかり吹いてますね。海には筋のようなうねりは入りますが、インサイドブレークというか、あ、インサイドブレークですね。ホームポイントの右は今ほぼ無風で、筋のようなうねりは入りますが、ショアブレークですね。まあほぼほぼフラットと言っても過言ではないですね。気温は16度ぐらいしかないですね。半袖のポロシャツで来ているのでとても寒いです。今風はオフショアしっかり吹いてますね。海には筋のようなうねりは入りますが、インサイドブレークですね。さすがに4連休の2日目ということで、日曜日でもあり釣り人がたくさんいますね。Thank you.